ずっと女子校ですよね。女子校です。あ、じゃあその大学行くまで、そう、共学経験なし。大学も女子大なので。マジっすか。え、それは。社会に出て。なぜそんな女子ばっかりのところ選んだんですか。なんか、まあ、小中高は気がついたらなってたんですけど、はいはい、大学は別に共学選んでもいいじゃないですか。そう、共学でもいいかなと思ったんですけど、私がずっと家庭教師の先生が歴代、東京女子大学っていう大学の先生、あの生徒さんがずっと家庭教師に来てくださってて、でだったので、自分もとその同じ東京女子大学に進学したんです。え、家庭教師選んだのは誰なんですか？はうちの両親ですね。ああ、じゃあ両親がそこで共学の先生を呼んでたら、共学行ってたかもしれないですよね、うん。かもしれないですし、私も次人生やり直すんだったら、共学行ってみたいなと思います。だからその何ですか、男性の例えば幼少期から男の子と一緒に生活してたら、男性ってちょっとなんかこういうやんちゃさとかね、ある意味男性のちょっとおバカなところとか、女性にルーズなところみたいなのをこう肌で感じるじゃないですか、共学なら。だけど全くだったので、本当清廉潔白できちゃったので、男性の何て言うんですかね、男っぽいところとかアホっぽいみたいなのとかを見たことなかったから、いまだによくわかんないですね、男性という生き物が。え、結婚して観察中みたいな感じなんですね。そうですね。でもそれもほら、夫だけを見てたら、あ、こういうものなのかとか、なんかちょっときついこととか言われても、あ、男性ってこういうきついこと言うのかな、うちの父は言わなかったけれども、あ、こういう人もいるのかとか。じゃあ、その、なんか、ドラマとかで、そのなんか、まあ、高校生とか大学生とかで、その、共学でみんな和気あいあいみたいなのって、その、まあ、小中高は仕方ないんですけど、大学はああいうの体験したいな、みたいな感じにもならないんですか？もう別世界なんですか？そう、一応、インカレサークルって言って、東京大学と日本女子大の子たちが入ってるサークルには入ってたので、男友達とか先輩とかはいましたけれども、そんな一緒に生活はしてないので、週1、2回会うとか。はあ、なんか、その、なんか、授業を男女でとか、なんか、ないないないです。修学旅行的なものとか。ないです。だからなんかね、男性との距離感がすごい下手だと思います。ちょっと、こう、なんですか、距離感近い男性とか来ると、え、もしかして私のこと好きなのかなとか勘違いするタイプですね。あ、それで余計に男性を近づけないように。とか。本当に、だから、よかった。社会に出て、初めて職場で男性とかがいて、だからその変な話、男性の前で鼻を噛んでいいのかとか、ちょっと、それとかもわかんないです。くしゃみとかってどうしたらいいのかなとか、女性の話どれぐらいしていいんだろうとか。結婚相手見つけるの難しくないですか？なので、5年間友達だったんですよ、うちの夫は。ああ、はい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 。で、だから友達からですね。じゃあ一応彼氏は別にいたことはある？彼氏はですね、これまた、29歳までいなくて。マジっすか？今時そんな人いるんすね。そうですね。なんか例えば食べ物とかって食べたら美味しいからまた食べたいって思うし、睡眠も寝たら疲れが取れたからまた寝たいとか眠いってなるじゃないですか。でも恋愛をしたこなかったので、恋愛の良さがよくわからなくて。あ、まあ29までなしで生きてきたから別に何にも困ったことないですみたいな。そうそう。あと、結構追っかけ体質で、自分が好きな人を追いかけたいですね。いや、追いかけてないじゃないですか、29まで。いや、何回か男友達とかに告白したことはあるんです。高校生とか大学生とか、好きですって。なんですけど、うまくいかなくて、例えば妹にしか思えないとか、私の友達のことが好きだとか、今日交際に至らなかったですよね。へえ、あ、そうなんですね。はい。で、22歳で会社に入ったら、もうあまりにも忙しすぎて、そんな暇で。そうそう、なんですよね。でもだから今考えると、来世はもうちょっと恋愛したいと思います。でもなんか同僚とかでその遊んでる人たちとかいなかったんですか？いました。遊んでる女の子ってことですよね。うん、いや、遊んでる子いましたけど、すごいなーっていう感じ。はあ。
そのまま29歳までいっちゃうもんなんですね、今時の社会に生活していて。そうですよ、でも最近多いって言いません？あの友達でいます？でもその29まで彼氏できたことありませんって人。友達ではいないですけど、昨今ニュースで話題になったのが、今20代で半分以上かな、男の子誰とも付き合ったことないとか、あの男性経験女性経験がないまま30代40代になる人とか増えてるって結構ニュースでやってます。なんか不細工でその金もないしょうもない人とかだとそうだよねっていうのが分かるんだけど、高橋さん別になんか寄ってくるじゃないですか。ありがたいことに言ってくださった方もいたけど、私は自分が好きな人じゃないとダメだったんですよ。でもなんか1回ぐらい普通に付き合うのを経験してみよう、こいつあんまり好きじゃないけどっていう感じにもならなかったんですか。あとね、割とうち純潔教育であんまりその結婚するまでは男性と交際はよろしくないみたいな雰囲気出されてたので。でも二十歳過ぎたらもう子供でもないじゃないですか。いやいや、そうなんですけど、なんかずっとそういう教育を受けてたから、私もなんかあんまりだったんですよね。いや、だからそれこそ今後悔してますよ。もっといろんな人と付き合っておけばよかったとか、経験しておけばよかったなって思うこといろいろあります。はあ、でも逆にそのなんか付き合いが少なかった分だけ、その要は他のいい例、比較例がないじゃないですか。うん、そういう意味ではそのなんか旦那さん的には得なのかなっていう気がしますけど、ね。だけどそうなんですけど、比較する相手がだから父親になっちゃうんですよ。わ、そうすると高橋英樹さん完璧なので、それと比較してるから多分夫もすごいストレスだと思うし、私自身もやっぱりなんかもうちょっと父みたいになってほしいみたいに思っちゃうことあります。それはめんどくさいですね。だからかな、だから怒ってんのかな、うちの夫は。だってそのほら、お父さんは娘にはいいところしか見せないじゃないですか。そうですね。いや、それがね、父親としても完璧なんですけれども、夫としても完璧だったんですよ。で、マジですか？父親は母親と喧嘩したどこ見たことないですし、いつもニコイチだし、なんか母親が幸せなのがパパの幸せだよっていう。マジですか？じゃあそのお母さんがなんか愚痴言ったり文句言ったりとか、夫婦喧嘩とか見たことない？マジですか？ほぼない。今でも仲良し。今74と78ですけれども、今でも2人で手つないで歩いてるし、肩寄せ合って DVD 見てるし、なんならチューとかしてんじゃないですかね。それをと比較されるのは相当旦那さんきついですね。そのストレスが今来てんのかな、うちの夫に。今多分、高橋さん結婚したくない女性ランキング、今僕らが大丈夫。超めんどくさそうみたいな。そう、めんどくさいと思いますよ。だから恋愛経験ないし、比べる相手が高橋秀樹だし。だからそれが普通だと思ってる人と一緒にいるのはちょっと無理かな、みたいな。だから夫が冷たいのかな。いやー、だからまあ、それちょっとまあ、どっちが原因かわかんないけど。